両運会は、旧国民民主党のグループ。通称は、前原グループ。2002年9月の民主党代表選挙を契機に、民主党内の保守系のグループとして発足した。対外政策では、党を代表する外交、安保の論客である前原に代表されるように、全体的には、日米安保を基軸とした、現実主義的な外交路線を取る議員が多い。前原。 江田野はしばしば外交論さらには人権論の観点から中国脅威論を唱え、江田野はチベット問題を考える議員連盟を通じたチベット問題への熱心な取り組みで知られる。また、江田野、戦国は日本、台湾友好議員懇談会を通じた台湾民進党との人脈が深く、こうした様々な要因から中国、韓国といった。 アジアの国々との関係強化を標榜しつつも、対中関係では、いわゆる親中派とは一線を画している。内政に関しては、経済政策では、第三の道内市社会自由主義的な改革派が多く、市場規律を重視して、旧来型の公共事業の選択と、集中や自由貿易を見据えた、農業政策の見直しなどを主張する。 メンバーはマスコミを含めたビジネス界や寛会、松下政形塾出身の議員が中心であり、旧民進党全体では一大勢力をなす、老組系の議員が、ほとんどいないのも特徴である。政治手法としては、花再開堂様、与党と政策で勝負する、対案路線を掲げている。反面、政局や選挙を軽視しているとか、経験が浅く、 脇が甘いと批判されることも多い。小沢グループとの対立は、こうした政治手法の差に由来する部分もある。前原代表体制での党運営、特にいわゆるホリエメール問題ではこの弱点が露呈することとなった。なお、2002年9月の代表選で支援し、両運会結成のきっかけとなったのだは、両運会に参加せず、自らのグループを主催している。 また、政策的には、野田グループの方が、保守色が強く、必ずしも主張が共通しているとは言えない。しかし、経済政策や外交路線で共通する部分もあり、また経歴や年齢など民主党内の立場や、いわゆる政治と金の問題や国会における対案路線など政治手法の近さから、2005年9月の代表選で、 両運会の前原政治を一致して支援するなど、政策集団として共同補聴を取ることが多かった。このため両グループをまとめて、前原、野田グループあるいは前原、枝野、野田グループと呼ぶこともあった。両運会は2002年に、戦国義と前原政治枝野幸よらを中心に結成された。その前身は、 旧新党先駆けメンバーが1999年頃に結成した公ート盲会である。この公ート盲会メンバーと旧民政党出身の羽田津村が結成した政権戦略研究会に参加していた若手議員たちとが2002年9月の代表選で若手議員の中から代表候補を擁立するための議員団として結束したことが後に 両運会発足の契機となった。2002年9月の代表選では、この議員団の中から名乗りを上げた前原と野田義彦との調整の末、野田を代表候補として支援した。野田は落選したものの、若手議員のグループとして大きく存在感をアピールすることとなった。その後議員団は両運会として正式に旗揚げする。日本新党や、 新党先駆け出身の議員を中心に活動し、選挙で当選してきた新人議員を取り込むことで成長していった。2004年5月の代表選では、岡田克也を無投票当選させ、2005年9月の代表選では、前原を菅直人に競り勝たせる原動力となった。2006年4月に前原が代表を辞任し、続く代表選で、 小沢一郎が代表に就任すると、鳩山幸夫、菅直人を取り込む形で、いわゆるトロイカ体制が民主党の基盤となり、途中2009年5月の代表選で代表が、鳩山に変わったが、基本的には、小鳩体制のまま8月の第45回衆議院議員総選挙と、政権交代に至った。この間、小沢が、党内における影響を強めていく中、 半小沢的な議員が多い両運会は、やや微妙な立場にあったが、対立が表面化することはなかった。鳩山内閣では戦国が行政刷新担当大臣、前原が国土交通大臣に就任し、挙党一致的な体制の一角を担った。しかし、2010年6月に鳩山が内閣総理大臣を辞任し、小沢も幹事長を離れると、 続く代表選では6月3日に、両運会として、関指示を決定し、菅の当選後の党役員人事では枝野が幹事長、内閣人事では戦国が、内閣官房長官と要職につき、国の形研究会、花正会と共に、主流派となった。9月の代表選でも、両運会として、関西選を支持し、代表選後の内閣改造では前原が、 外務大臣に就任した。2011年1月の党役員人事では戦国が代表代行、内閣改造では枝えのが内閣官房長官に就任するなど、官政権を支える重要な役割を担っている。また、2010年から2011年にかけての脱尾沢路線を主導し、陸産会事件をめぐる小沢の処遇などについて、小沢グループと激しく対立した。 この間、これまで不定期で開いていた会合を毎週木曜日に定例化し、所属議員への結束を促した。所属議員が一堂に会して、カレーライスを食べながら、幹事長室や国会対策室からの伝達事項を報告するという自民党のようなスタイルは、派閥化の象徴として話題を呼んだ。2011年8月の代表選では、当初、 野田が出馬した上で、前原、野田両グループが一致して支援する方向で調整が進められていたが、両運会を野田指示でまとめきれず、結局、前原、野田ともに出馬することとなった。前原は、在日外国人献金問題などが響き、1回目の投票で3位に終わったが、カ田万番議隊野田の決戦投票では、野田グループと2位3位連合が組まれ、 これに4位の加野道彦の陣営も加わったため、野田が代表に選出された。2011年11月、戦国義人に代わって、前原誠司が会長に就くことになった。また、役職を明確化することになり、顧問に戦国義と、副会長に小宮山陽子と、古川元久と、渡辺甘音、幹事長に枝野幸男。 幹事長代理に小川克也、事務局長に福山哲郎といったものを当てる人事を決定した。また、政治団体としての代表者は、戦国義人として届け出ていたが、これを機に、前原政治に変更することになった。2012年9月の代表選では、前原や戦国が野田再選手陣を表明した一方、両運会としては9月6日の会合で、 自主投票の方向となったが、細野武氏の不出馬表明を受け、9月11日の会合で野田再選指示を決定した。10月には細野が田元を分かつ形で、基本政策研究会を立ち上げた。12月の第46回衆議院議員総選挙では、前会長の千国義人と副会長の小宮山陽子が落選し、解散時の党を呼び、 内閣の主軸を野田グループと共に担っていたこともあって発言力を大幅に失った。続く代表選では一方の陣営への肩入れが党再生の妨げになることを懸念し、両運会としては自主投票とした一方、前原は現場で話を聞いてから投票先を決めるとした。2013年10月、細野グループが定例会の日時を 両運会と同じ木曜日の昼に変更し、両グループを掛け持ちするメンバーにくさびを打つ構えを見せた。2014年4月には、細野グループは自由警戒に改組して派閥化し、両運会と完全に決別した。12月の第47回衆議院議員総選挙後に行われた2015年1月の代表選では、両運会は岡田市樹派と、 細野支持派に割れ、さらなる求心力の低下も囁かれた。2016年3月に民進党が結成され、7月の第24回参議院、議員通常選挙後に行われた9月の代表選では、会長の前原自ら出馬したが、幹事長として、岡田執行部の路線を支える枝野が、連邦支持を表明するなど、両運会内には、異論もあり、結果は、 野田グループから出馬した、連邦の当選に終わった。2017年9月の代表選では、両運会から、会長の前原と幹事長の枝野の二人が立候補を表明し、両運会としては8月7日の会合で、前原支持を決定した。前原当選後の当役員人事では、山尾しおりが幹事長に内定したが、手腕への疑問や、 政治経験の不足から党内で異論があり、近く週刊誌のスキャンダル報道があることも判明したため、代表代行への横滑りも断念されて、無役となった。9月7日発売の週刊文春で、既婚男性との交際疑惑が報じられたことを受け、山尾は同日夜に離党届を提出し、翌日受理された。10月の 第48回衆議院議員総選挙では9月28日の民進党両院議員総会で希望の党への事実上の合流方針が了承されたことを受けてメンバーも希望の党から出馬することとなったが9月29日に希望の党代表の小池由里子東京都知事がリベラル派は排除すると明言したことを受け10月2日に枝野が 立憲民主党の結成を表明し、福山がこれに参加した。選挙後は、民進党から希望の党への合流者、約10人による勢力となり、前原の下、泉健太希望の党国会対策委員長を、若手の筆頭に据えて、活動を継続していることが報じられた。2018年5月7日の国民民主党、結成後、 国民民主党所属議員ら約10人による勢力となり、8月6日から7日にかけて、兵庫県で合宿を開いた際には、国民民主党、無所属の議員6人が参加したことが報じられた。2020年9月には、国民民主党と立憲民主党が合流し、新、立憲民主党が結成されたが、前原はこれに加わらず、合流不参加者による、新、 国民民主党の結成に参加。しかし、有効議員として参加していた現場を含む、旧国民民主党所属の領運会会員の7名、全員が立憲民主党に参加したため、政策グループとしては消滅し、領運会フル株の議員の提案で、懇親会に形を変えて継続することになった。2020年12月時点で、約10人が、 両雲会に集まっているとされるが、うち国民民主党の議員は前原のみで、他の多くは立憲民主党に所属していると報じられている。は、ぶっこしゃ。衆議院議員、参議院議員、元衆議院議員、元参議院議員。ありがとうございます。